うなの？うんうん、元気ないよ、やっぱり元気ない。これはね、運勢が良くないんだよ。わかる？今日の運勢。でもね、お客さん、お客さんはラッキーだよ。実は私、生命判断できるんだよね。やってみる？オッケー。名前は知ってる。この間教えてもらったし。だよね。そう、分かってる分かってる分かってるけど、あれなんよ、漢字なんだよね、生命判断。名前、どういう漢字で書くか教えてくれる？それだ！ハイちゃん！ハイちゃんだ！そうそう、知ってたけどね、漢字は知らなかったから。バレてたか、名前忘れちってたの。マジでごめん。忘れた人の名前をさりげなく知る方法っていうのがネットにあったの。生命判断してあげるって言って、名前を聞けばいいって、天才じゃんね。でもどうしてわかったの？私なんかやらかしてた？わかる。あんたバレバレってよく言われるし。やっぱ正直に生きる。そもそも嘘でカバーする方がしんどい。正直に話して怒られてごめんなさいした方が楽だわ。ハイちゃん、ごめんね。名前を教えてもらったのに忘れて。あと、ごまかそうとして。ほんとごめん。気を取り直して楽しんじゃおう。しくった分、今日は私が盛り上げるからさ。ハイちゃん、お酒どうする？もうちょっと飲みたい？何か用意しよっか。マジ嬉しい。もう一回戦いっちゃおう。何飲む感じ？あたしも一緒に飲みたいな。マジ？やったー！ボトル取ってくる。いただきます。
それ美味しいよね。ハイちゃん、お化け大丈夫な人？目の前に出てきたらしばくかな。だよね、みんな怖がりすぎだよ。お化け、あの人たち驚かすことくらいしかできないでしょ。基本ないんだよね。一度くらい出てくればいいのに。それやばいね。見てみたかったんだけどな。え、廃墟とか怖いじゃん。無理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 。うん、お化けは弱そうだから怖くない。でもモンスターが出てきたら怖いし。廃墟とか暗くてジメジメしてるでしょ。モンスターそういうところが好きだから出る可能性あるでしょ。全然違うって。モンスターはしばけないでしょ。あの人たち強そうだし、だいたい牙とか爪とかあるし、やばくない？思い出したらハイちゃんのせいだからね。次に会った時しばくなんてね。ハイちゃん、お酒どうする？もうちょっと飲みたい？何か用意しよっか。よっしゃ、続きやっちゃおう。何飲む感じ？私もいただいていい？マジ？やったー！ボトル取ってくる。いただきます。だって美味しいじゃん。普通に
ニメ見たり漫画読んだり、あとゲーム、それぐらいしかやることなくない？ギャルっぽいことって何？アニメとか漫画くらい誰でも見るでしょ？何々っぽいとかぽくないとかめんどい、やりたいことやってるだけだし。うん、ごめんね、今のは私が言い方を反省だわ。怒って思われても仕方なかったよ。別にタイちゃんを責めたわけじゃないよ。てか私も普通にやっちゃうし、決めつけ。この人真面目っぽいから何々してそうとか思っちゃう。うわ、マジでだるいね。私、自分がされたくないくせに人にはやってるっていう。難しいけどやめなきゃだね。されて嫌なことは人にもしちゃダメ。おばあちゃんもそう言ってた。おばあちゃん間違いないし。でやめるためには相手をよく知ることが大事だよね。ってことでまずはハイちゃんのことを知っていくことにする。今の段階で、仕事でミスをして会社をクビになった人かな。ダメだよね、決めつけや偏見は。これを覆さないと。ハイちゃん、ゲームでもしない？実は私、自信あるんだよね。絶対楽しいよ。やろうよ、ほらほら。